今日から俺 YouTuber 京都サインボクシングジムのオッピーです。今日は、まあ、先日井上尚弥選手の試合があったんですけど、その時試合を 全部見て、今回は、ボディジャブの打ち方についてちょっと解説していけたらなと思います。まあ、結構ミット持ってるとボディジャブ、ちょいから振ってもらって、こういう感じで結構まっすぐドンっていう風にボディジャブ打ってる人が結構多いと思うんですけど、まあ今回井上尚弥選手の試合を見た時に、まあ打ち方として頭の位置を結構まっすぐっていうより、まあオーソドックスだったら、右側にちょっと頭を傾けるようにして、でしっかり踏み込んでドンっていう風に打ってて、まあこの時大事なのがしっかりこう踏み込む時に重心をちょっとお尻の方に真下に落とす感じで踏み込むっていうのが一個大事で、こういう感じで頭の位置をちょっとまっすぐよりかちょっとサイドにずらしながら踏み込んで、この時に重心がこう前に行っちゃうとバランス崩しちゃうんで、しっかりちょっとお尻の方に重心を落とすようなイメージでボディジャブをしっかり強く、こういう感じでボディジャブを打ってもらえたら、まあ、この後、まあダウンと叩きみたいにここから上に2まで、そうこういう風に上に2つなげたり、ボディからフックでちょっと回すみたいな、みたいな感じでもうちょっと下がり際、相手が右を合わせてきたところにしっかりフックを合わせていく、まあ、カウンターに対する攻撃にもなるんで、まあ、ちょっと内からとしてまっすぐこう行くだけじゃなくて頭をしっかり倒してドンって打つっていう風なやり方を覚えていってもらえたらなと思います。以上です。